まあ、おととい、週があったんですけど、まあ、いろんな方から、いろいろと LINE が来てたんですけど、ちょっと見ていきます。こんばんは、ライザーさん。高橋さんなんですね、と。旧姓高橋、私は旧姓高橋で、今、鈴木なんです。なんだかライザーさんとも縁を感じます。たけるさんのシュガーのお話待ってます。ああ、そうです。すごいですね、この方はね。旧姓高橋。3位ですよ。で、2位が鈴木さんですよね、確かね。1位がたけるくんの佐藤なんで。まあ、並んでますよね。まあ、それぐらい多いってことなんでしょうね。こんばんは、モネちゃん。モネはミニで乗っていたような。間違えてたらすいません。以前、コウセイさんがインスタグラムでモネちゃんと一緒に写ったのはセカクラみたい。ああ、はいはいはい。なんかね、一緒にやってましたよね。別の方。おはようございます。私は先日のシュガーが仕事で見れず、録画もなぜかできていなかったので、ライドさんの配信で内容を聞けるのを楽しみにしてます。その日は日程はメルマガ限定のカットソーの販売もあったのですが、9時ジャストに購入、申し込みしたのに買えなくて、最悪の日でした。その日は水亀座12位だったな、運気が悪かった日なんですね。なるほど。おはようございます。肌寒いですね。ライドさんの YouTube、モネの話がありましたね。モネちゃんも好きだと話してました。こいつドラマで天童先生の応接間の壁に飾ってありました。たけるさんの話とか偶然かな。なんかいいですよね。ニヨニヨしてます。また楽しみながら見ていますね。体にお気をつけてお過ごしします。そう、こいつのその、たけるくんが、のご、たけるくんとか、天童先生の豪邸ですよね。実家のね。あそこにモネがあったんですね。僕それわかんなかったですけど。モネがね、ある家っていうのは相当な金持ち。まあまあ相当な金持ちの設定ですけどね。相当ですよね。別な方。これはですね、この方も匂わせを感じたということで、別な匂わせですね。ライドさんお仕事お疲れ様で、昨夜は遅くなら失礼しました。昨日の週間ですが、いくつか気になった点とか妄想とかあるので聞いてください。まず気になった点。家事をしながらだったので質問内容はよく覚えていないのですが、たけるくんがニコニコしている人がいいとか、何かに夢中になっている時の笑顔がいいと言ってたような、あ、これはですね、恋愛モードになってるっていうファンの方がいて、たけるくん自身が、たけるさんは恋愛モードとかなるんですかって言ったら、僕は、俺はまあ言ってしまうといつも恋愛モードって言ってたんですよね。それは面白かったですけど、え、いつももう恋愛モードと思ったんですけど、いつも恋愛モードだといえば恋愛モードだし、恋愛モードではないといえば恋愛モードじゃない。まあ、常にいつも一定だってことですよね。で、その中で、じゃあどういう人が好きタイプなんですかって言った時に、これ言ったんですよ。やっぱり、あれだよねと。頑張ってる人だよね、みたいな話をしたんですよね。そこを聞いて、次女とニヨニヨしたのを覚えています。あと、夜一人だから、一人でいて、次の日が休みになっている時が幸せとか、言っていませんでしたか。なんか一人なのを強調しているようで、つい先日モネちゃんがインスタライブで、あ、モカちゃんですね、モカちゃんがインスタライブでモネちゃんがタケル君の家にいる的なことを言われたから強調しているのかなって。でもそれをタケル君知ってるかな、そのネタ全部が全部拾ってない気がしますけどね。そういうのはね、普段自分から余計なことは言わないタケル君がそこに反応しちゃうようなことを言っていたので、その人本当に純粋というか素直、この人本当に純粋というか素直というか、そんなことを思ってしまいました。あくまで私の想像だけです。いや、僕はでも、モカちゃんのインスタライブでモネちゃんが、タケル君の家にいるんじゃないかっていうところまではチェックしてない気がしますけどね。さすがにあのネタちょっとちっちゃすぎる気がするんですよね。もし本当にモネちゃんとだったら、ようやく少し落ち着いて大学卒業に向けて頑張れそうだし、来年の武道館ライブや舞台もあるので、今はまだそっとしときたいとか見守りたいとかあるのかな。どんな形であれタケル君モネちゃんが楽しくお仕事できるように応援していきたいですね、ということですね。ただね、僕はその、なんですかね、頑張ってるところ、楽しそうにしてる人が好きっていうのと、あと頑張ってるものがある人が好きっていう話なんですよ。そこはちょっとモネちゃんっぽいなって思ったんですよね。頑張ってるものが好きっていうのは、まさにモネちゃんってね、頑張ってることだらけじゃないですか。もう今や武道館に向けて頑張ってるんだろうし、
あとまあいろんな舞台にを向けて頑張ってる、あと学校学業も頑張ってる、頑張ってることだらけですよね。ただ一つちょっと懸念があるのは楽しそうかどうかっていうところですね。楽しんでやってるかどうかっていうのは僕はなんかモネちゃんを追い込んでやってる気がする時もあるんで、音楽は楽しそうにやってるなと。ただなんかねインタビューによっては歌うのが辛くなってるっていう時もありますよね。最近特にそうみたいな話してませんでしたっけ。昔は歌うのが大好きだったけど今は歌うのが辛いみたいな。でもなんかそれでいいんだよって言ってくれた人がいてちょっと安心してるみたいな、なんかそんなやつですよね。なんか人前で歌うようになってアルバムを出したりとかライブとかをするようになって自分のこの歌に対してみんな本当求めてるものなのだろうかとか、これのどこがいいんだろうかとか、まあそういう迷いが入ってきたってことですね。で、モネちゃんってそれがちょっとありがちな人ですよね。最初はわーっといけるんだけど、途中途中で迷いが入るのが今までのインタビューを見てるとちょっとあるんで、僕はモネちゃんのそういうところは好きですけどね。ちょっとこじらせてる感があるなーっていつも思うんですよね。なんか根っから明るい子ってわけではなくて、まあ、陰キャですよね。モカちゃんが陽キャに比べ、陽キャっぽい、天然っぽい明るさ持ってるけど、モネちゃんはちょっと陰キャっぽい、ほんと文学少女的な感じっていうんですかね。インドア派みたいな。で、陰キャみたいな。まあ、ただ単に楽しくそうにしてるというよりは、なんかちょっと常にこじらせる部分がある。まあ、そこかなと思いますけどね。ただ僕はそれもモネちゃんの魅力だなと思って見てますけど。まあ、そんな感じです。